こんにちは。タクシーが来ん。というわけで、今ね、私ね、稲荷山公園駅っていうところに寄って、ここからね、ラーメンショップさんに移動していくんやけど、タクシーじゃないとちょっとね、行けないんだよね、多分。どうしようね。というわけで、サムネでもね、もう、お分かりの通り、今から、お久しぶりのね、新ラーメンショップ、狭山本部さんに、向かいたいと思います。あー、めっちゃ久しぶりやね。狭山店さんのさ、一番の特徴はさ、やっぱり特大サイズにすると、普通のバカデカラーメンが出てくるっていうところだよね。最高です。だいたいね、2キロ前後っていう噂なんだよね。お店の方曰く。ラーメンとか、あと、丼物。もう2キロ近くになるから、すごいんだけど、タクシーが来ないね。タクシー来ないね。まあ、というわけでね、今回も美味しくいろいろいただいていく回なので、普通にご飯食べに行きましょう。行ってきます。最初の席。始めました。
次が味噌で、この無料トッピングで生姜を始められたらしいので、これが味噌になっちゃうっていう、だからちょっとこれをいただいていきましょう。まずお米にたっぷり使う。
れめっちゃ美味しいの。辛味をさ出したい人用の唐辛子とはまた違うの。どうしようかな、後で食べよう。私の辛味を足すための玉みたいな感じ、美味しそう。
なくなったから。でもちょっと潰したいから。この夏目が本当に寒いよ。やばい。醤油も味噌もね、正直美味しすぎるんよね。どっちか一つ選べって選べたら選べんぐらい美味しいよ。あんだけネギがあったらさ、多少口の中とか辛くなったりするやん、ネギ類だから。一切ないんだよね。他にはね、あの、つけ麺もあったりとか、カレーライスもあったりするんだよね。これちょっと気になるよな。ビールとかね、お酒類もあるから、このもつ煮は本当におつまみ。やっぱあの、味噌の無料トッピングの生姜、これはね、本当に入れてほしい。本当に世界が変わる。ちょっと美味しすぎた。本当に。なんか本当はさ、ニンニクとかさ、他のも使おうと思っとったんやけどさ、生姜が美味しすぎて忘れとったもん。あとね、狭山店さんはね、味もめちゃくちゃ美味しいのはもう美味しいんやけど、私はもうやっぱり何よりお店の方が好きなんよな。本当に。超お久しぶりやのに、皆さん覚えててくれはったし、めちゃくちゃ嬉しいわ。まあ、そんな感じです。なんでよかったらね、近くに来られた際はぜひ遊びに来てみてください。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。